新大工学部から生まれた様々な性質を持つ素材、新大クリスタル。キャンパスの枠を飛び出し、今県内でもいろいろな活用が始まっています。中野市では伝統的なものづくりを守るために使われています。中野市にやってきました。この辺りでですね、新大クリスタルを使ってお酒を作っているという老舗の酒蔵があると聞いてやってきたんですけども、あ、ここですかね、マルセ酒造店。失礼します。こんにちは。あ、すいません、失礼します。お忙しい時。今何やってるんですか。今これから蒸したお米を冷やす作業をしてます。冷やす作業。はい。随分歴史を感じさせますけれども、はい、創業何年ぐらいですか。うちは明治3年が創業で150年ぐらい経ちますね。蒸し器というんですか、はい、これも随分長く使ってますか。そうですね、これも戦後から使ってるんで、もう50年近く使ってやってます。マルセ酒造店がこの夏限定で販売したのが、勢い正宗新大仕込みという日本酒。新大クリスタルで作った水を仕込み水として使いました。新大クリスタルを使ってるという話を聞いてきたんですけど、はい、どこで？あれです。こちらの、あれ、はいはい。これが新大クリスタルの装置になります。今までは違うろ過装置を使って通してたんですけど、そうするとそのミネラル分も取れちゃうんですよ。でミネラルっていうのは酵母の働きに非常に大事な物質なので、ミネラル分を新たにこう加えてあげて、ちょっとその一手間が必要だったんですけど、もうこれはそういうものはいらなくて、その中野の水が持っているミネラル分をそのまま生かしながら、ただ、お酒に適さない鉄分とか鉛とか、そういう金属系のイオンをここで取ってくれるので。で一番は150年続いているこの酒造場で、はい、最新の新大クリスタルを使ってのお酒作りじゃないですか、はいはい、どういうきっかけというか。伝統的な産業なんで、こう変わるということを非常に怖がるというか、なかなかこうチャレンジにできにくい分野なのかなと思いますけど、コロナ禍で、まあ、本当に日本酒業界も、大変な状況になりましたので、やっぱりなんかこう新しいものというかチャレンジしてやっていかないと、やっぱり時代に生き残れないんじゃないかなということで、まずチャレンジしてみて、ダメだったらまた新しいことを考えてやっていくっていう、そういう精神で今やってます。新大クリスタルの枠を飛び出したチャレンジ、松本市では SDGs がテーマです。松本は水の町ですよね。有名です。こんな風に至る所で綺麗な美味しい水がほとばしに出てますよ。松本市でも新大クリスタルを使った浄水器が設置されているそうですよ。あ、ここですね、松本市観光情報センター。入ってみましょう。県内外の方がいらっしゃると思いますけどね。こんにちは。あ、これだ。こちらの浄水器はマイボトルを持参した人なら誰でも無料で利用することができます。松本市役所や観光案内所など5箇所に設置されています。おいしい。阿部さん、なぜ松本でこれを設定したんですか。環境について市民の皆さんに考えていただくきっかけになればということで、このアクアスポットを設置しました。ペットボトルを買ってお水を飲まれる方もいらっしゃると思うんですけれども、松本おいしい水の町ですので、ぜひマイボトルを持ち歩くことでペットボトルのゴミを減らして、でプラスチックゴミを減らして、さらにはゼロカーボンにもつながる、そんな、取り組みとしてこのアクアスポットの設置を行いました。これにお水を入れて観光地を巡ると、はい、そうですね、いろんなところを楽しく歩いていただければと思います。やっぱりこの水のきれいな長野県ゆえにできたということもあるんでしょうかね。そうですね、やはりこの水がきれいな長野だからこそ分かったことっていうのはたくさんあります。水の問題って
生活用水も工業用水もあるいはいろんなタイプの水問題があると、ここに来ればいろんな解決策提案できるんじゃないかっていう、そういう生態系を作りたいなっていうのがこれからですね取り組んでいきたいことになります。今後どんな夢をお持ちですか？はい、信頼クリスタルでやっぱり世界を救うっていうのが一つ一番大きな目標になっています。アフリカをはじめとする恵まれない地域で安心安全な水を提供してあげるということが大事になってくるというふうに考えています。もちろんそういう地域っていうのはインフラが整っていないので、水だけでなくエネルギーなんかもありません。さまざまな課題にですね、この信頼クリスタルって答えが出せるんじゃないかなっていうふうに思ってます。